この建築家は全タイプの中で最も思考と言語において正確さを追求しますと。言語にもそうなんだ。なるほど。彼らは思考や言語における差異や矛盾を瞬時に見抜き、発言がいつどこで行われたかに関係なく矛盾を検出することができますと。論理的一貫性のある文章のみが彼らにとって重要であり、役職や資格、有名人としての権威には感銘を受けません。 ENTP と同様に INTP は議論やあらゆる対立する議論において非常に強力ですと。そういうのが強いってことですね、うん、再分析のスキルが優れているため、相手の論理を信用させる力をそらし、自分自身の論理を構築する上でそれは大きなアドバンテージとなりますと。彼らは全ての議論を理解するための探求とみなし、矛盾をなくすことが自分の役割だと信じています。誰が矛盾を犯しているかは関係ありません。たとえカジュアルな会話であっても、話している人の間違いを指摘せずにナンセンスな話を聞くことは INTP にとって難しく、そのため彼らとのコミュニケーションは多くの人にとって居心地の悪い経験となってしまいますと。はい。なんかこのわーって勢いで喋ってて、はい、まあ大まかなギャグで受ければいいやって喋るじゃないですか、はい、この辺のことで指摘をされたりするんですよね、はいはい、喋ってる途中で、はいはい、おるなと、はい、でこっちは思うんですよ。まあ向こうも思ってんじゃないですか。そうですよね、はい、それ違うよって、違うよってずっと気になってるんですよね。はい、言ってること正しくないよみたいなってことですよね。それはね、瞬時に盛るとさ、それはボロは出るじゃないはい、っていう人と人とのコミュニケーションですね。はい。INTP は勤勉で INTJ はのけものイメージと。はい、まあ、INTJ も勤勉なイメージですけどね。はい、はい、議論というか人の意見が聞きたい時が多い気がしますと。はいはい、NTP の人ですかね、うん、それどういうことって、うん、言いそうじゃないですか。もうそのそれどういうことで僕怒ってるって聞きたくなりますもんねはいはい、なんか悪いことしましたっけって、うん、っていうんじゃなくて本当にどういうことって聞きたいんですよね。あ、だともうなんか言いたくないが来ますもんねはい、どうせダメって言うんでしょとか、あ、こっちにそれでいくんですよねだから F は俗に言う F と人とは議論できないっていうのは、はいはい、うん、そういうことを指してるんでしょうね。まあ多分そうだと思います。純粋に聞いてるだけだと。純粋にどういうことかを聞いてるみたいな、はい、これ気をつけねばですね。で、このタイプの合理 INTP さんですね、このタイプの合理主義者は論理学者、数学者、技術者、科学者、建築学、システム分析、構造設計を必要とするエニープルシット、あらゆる追求に関わる人物です。ここで注意すべきは、建築家が職人気質のように物理的な形を魅力的な形に収めるのではなく、より抽象的なモデルを設計するプロセスであるということですと。建築家にとってモデルこそが重要であり、それは2次元、3次元、4次元のいずれのモデルであっても構いませんと。 INTJ さんがゴールですよね、はい、目指しているのは目標達成、ま、はい、この人はその目標達成に行くためのモデルを作る、はい、ことが目的、目的、はい、みたいな感じじゃないですか。実際に目標達成することよりも、このいかにこのこっち側の、はい、こっち側のってゴールのこっち側の目的を、はい、モデルを作るか、はい、でこれらの簡潔で観察力に優れたエンジニアは専門用語が多く冗長な話を避ける話し方をするため理解しづらいタイプの人もいますと。しかし特にレベルの高い学生にとっては優秀な教師になることができます。ただし厳しい指導者になるため人気を得ることはあまりありませんと。事務作業は苦手で日常的な雑事にイライラしがちです。
彼らは静かで邪魔されず、できれば一人で仕事をすることを好みます。親しい友人以外の人には人見知りしがちで、その内向的な性格は打ち解けにくいですと。このような理由から INTP は理解しづらい人物と見られることが多く、真の能力レベルで評価されることは稀ですと。組織が彼らの才能を効果的に活用するためには、アイデアが生まれた瞬間、そして興味を失って別のアイデアに移る前に、それを取りまとめられるような効果的なサポートスタッフを建築家に与えることが必要ですと。 SJ を置けと、はい、周りにI で S で J を置けと、うん、で彼らは今度は恋愛の方ですね。建築家は結婚生活を真面目に捉え、誠実で献身的ですと。ただし没頭しがちな一面があり、約束や記念日、その他の一般的な社交儀礼を忘れることがありますと。彼らは自宅で活発な社交活動を行うことを望まず、自分では取り計ろうともせず、社交的な交流のスケジューリングは配偶者に任せることで満足しますと。放っておかれると INTP は本の世界に没頭し、身体的欲求が絶対に必要になった時だけ外の世界に戻ってきますと。しかし建築家は穏やかで協調性があり、一緒に暮らしやすい人たちですと。ただし彼らの信条の一つに違反するようなことがあれば、彼らの適応力は完全に失われてしまいますと。あ、もう相手にしてくれなくなっちゃうんですね、うん、彼らは自分の欲求や感情を内に秘めておくことを好むため、好むなって思いますけどね内に秘めちゃうんですね、うん、他人の欲求や感情に鈍感に見えることがあり、その無頓着さはパートナーを混乱させたり苛立たせたりするかもしれませんと。しかしパートナーが何を考えているのか彼らにとっては謎だとしても、建築家はパートナーが実際に何を言い何をやるかには鋭く気づいており、パートナーに対して発言や行動の根拠を説明するよう欲求することもよくありますと。行動だけは見てるってことですね。じっくりと観察して、はい、何を言ったかも覚えていて、はい、なんでそんなことやったのかどうかは分かんないですけどね。分かんないですけどね、はい、一生懸命推測しようとしてるみたいな話じゃないですか。こっちはさ、こっちはさってどっちだですね、はい、INTP の前に立たされた、はい、F の民はさ、はい、何かと神がかった行動するわけじゃないですか。神がかった行動っていうのは、はい、思いもしないことをやったり、ちょっとカチンとしてバッて口に、はい、出たりする、はい、それは決して思ってないことを言っちゃったり、はい、するっていう、思ってないことを言うってなんだよって思いましたね今僕も思いました、はい、が、はい、なんかとっさにバッて口に出てしまうことってあるじゃないですか、はいはい、それの意味を求められても、はい、困りますよ、はい、まあ、その普段そういう場面だけじゃなくてだと思うんですよね。自分の気持ちは出さなくて、はい、感情に乏しいって見えてるかもしれないけど、はい、この人は出さないだけで一生懸命相手を見ようとしてるみたいな、はい、良き面ですね、それは、はいはい、体調は常に明るい方を見ようとしますよね。まあ両方ですよ。僕はどっちかというとなんかほらすぐそうやって言ってさって暗い方に行くから多分反対を照らすんですよ申し訳ございません、はい、ではこの建築家は、まあ、ペアレント親として、はい、建築家は献身的な親でおり、子供を楽しんでおり、まあ、はい、子供とのプレーを楽しむってことですかね。観察じゃないですか。面白いですよね、はい、子供は子供を楽しんでおり、育児に対しては非常に真面目ですと、うん、子供たちは一人一人権利と特権を持ち、安全に扱える範囲で自立性を備えた理性的な個人として扱い、 INTP は子供たちが自分の人生の責任を負い、自分自身の道筋をちゃんと作ることを頑張れって言います、はい、奨励します、はいはい、彼らは自分自身の期待を子供には押し付けず、うん、身体的にも言語的にも暴力的な扱いをしませんと、うん、これ INTP かな
はい、すいません、はい、安全な場合、建築家たちは子どもたちの行動の自然な結果が現実を教えてくれるようにしますと、うん、安全でない場合は論理的な結果を設計して子どもたちの行動を導くようになんとか工夫して導こうとしますと、はい、いうのが INTP さんでした。はい、安全ならほっとくって感じです。でもなんとなくの私みたいなのは見えるようにはしてくれてそうですけどね。危険じゃなければ自由にしたらいいって感じじゃないですか。でその自由にした結果行き着くよって言ってるんじゃないですか。でリスクがある場合は論理的にこう、あ、まあそうか、はい、子供たちが自分の人生の責任を負って、はい、自分子供自身の道筋を作れるように、はい、なるほど、はい、もうなんか言いたくなりますか。で、まあ、言いたくならない人じゃないですか。で危ない時だけこうそこは何で危ないのかみたいな。だからもう本当観察してんじゃないですか、ずっと。なるほど、はい、というのが INTP さんでしたと。問いただすって感覚なのかもしれないと。問いただすって感覚なのかもしれない。 INTP がですかね。分かんない、問いただしたい、問いただしたいですかね。ちょっと僕もまあ分かりますけどね、 INTP 体調その、はい、匂いはします。はい、はい、それってどういうことですっていうのはよく言うなと思ってこの会話でよく出ます、はい、ただその悪気はなくて、はい、みたいなところがあって、はい、だから普段は言わなかったりすることも、こう問いただしたいけど我慢するところも結構多いなっていう、はい、INTP と ISTP が合うと、まあ、似てるかもしれないです。そうですね。